あとは待つだけだ。やっとだな、ノア。ああ、最後まで背中を頼むよ、ランツ。珍しい外見だな。あっちはやる気みたいだな。僕が相手に。もうかな。待て、行こう。私に合わせるんだろう。さて、この辺りには何があるんだか。俺たちの女王、メリアだ。ひどい。あんなにがんじがらめにされて。メビウスたちの呪縛、まさにそんな感じだな。解放してあげよう。ああ、待っていたぞ。この声、エヌか。ひどい顔だな。まるであの時の俺みたいだよ。してやったりか。己が女を手中にして満足そうだな、ノア。この顔が満足そうに見えるのか。でなければ何だと言うんだ、エヌ。あんた何も分かってないんだな。女王は渡さぬよ。女王はこのオリジンの要、我が存在にかけて、お前たちにだけはな。そうはいかねえな。俺たちには時間がねえんだ。それに私らの女王様だからね。てめえらの好きにはさせないよ。君はノアの分身とも言える存在だ。できれば戦いたくはない。だけど覚悟はできてる。あなたがメビウスとして立ちはだかるのなら、私たちは全力で戦う。覚悟だけで世界を変えられると思うなよ。変えられるさ。変えて見せる。お前たちは勝てない。虚無の果てに立つこの俺には。虚無か。それは悲しみだ。何？悲しみって言うんだよ、エヌ。だから来たんだ、ここまで。
M の思いを遂げるために、あんたを悲しみから救い出すために。救いだと、そんなものに何の意味がある。過ぎ去った今に何の価値がある。わからぬなら教えてやる。お前も引き込んでやる。虚無の果てに、絶望の底に。一度聞く、なぜ選んだ？なぜシティの人たちをその手にかけた？あんたや、あんたの仲間の子供たちだろう。子供だと？違うな、あれはただの障害だ。何？メビウスが今を生きるのに不要なものどもだ。そもそもこの俺がいなければなかった命。
生殺与奪の権利は創造者たるこの俺にあるのだから。本気で言ってるのか。なら共にあった M のミオの彼らへの思いはどうなる。ミオ、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 お前はミオを守れなかった。結果として無力だ。なのに彼女はいない。なぜだ、なぜだ。そんなこともわからなくなったのか。なんでだよ、なんで自分で自分に罰を与えるんだよ。道を誤って、だけど一人で進むしかなくて。かっこ悪いよあんた、かっこ悪すぎるよ。あんたは後悔だ、後悔。あの時こうしていれば、あんなことさえなければ、過去にこだわってすがりついて誤った道を行くしかなかった。今のあんたは後悔そのものだ。ならばお前はどうだというのだ。俺たちは希望だ、希望だと。ゴーガンフソンも甚だしいな。己を希望と言い切るか。あなたが一番大切にしていた人の言葉よ。そこにいるのか。あの人の心も後悔だらけだった。未来への希望も持っていたんだ。だからミオに全てを託したんだ。希望など、希望などあるものか。この世界にあるのは虚無だけだ。その果てに立てば、お前たちも必ず絶望する。だからそれは悲しみだって言ってるじゃないか。希望なら、この世界には存在しない。あるのは絶望のみだ。そうだとしても、世界の希望に無力として諦めねえ。
れの。あなたと永遠にありたい。あの時の言葉は真実だった。彼女の本当の思いだった。その通りだ。俺は間違ってなどいない。永遠を授けようとしたことは正しい選択だった。それをお前たちは。今のあなたとじゃない。まだわからないの？あなたと共にあったあの人の思いが。踊って欲しかった。ノアという名に呼んで欲しかった。ミオという名で。なぜお前たちはそうして立っていられる。至る所悲しみに満ちたこの世界で。運が良かったんだろうな。運だと。巡り合いって言い換えてもいい。俺はいろんな人に出会えた。ランツ、ユーニ、タイオン、セナ、リクにマナナ、たくさんの仲間たちに恵まれた。そしてミオにも出会えた。ほんの少しの差なんだよ、俺とあんたとは。もし俺があんただったらきっと同じ道を選んでいたさ。同じ道を。ああ、でも今は違う。ミオや仲間たち、それだけじゃない。もう一人のミオや、もう一人の俺、出会った全ての人が今のこの俺を形作っているんだ。未来へと進ませてくれるんだ。たとえ世界を本来の姿に戻せたとしても、お前たちが生きながらえる保証はどこにもない。それでもか。それでもお前たちは進むというのか。ああ、そうさ。限られたこの10年を戦い抜く、それだけだ。エヌ、あなたももともとは未来を求めたウロボロスだった。だけどある日未来を諦め、今を守る選択をしてしまった。でもね、それでもいいの。守ることもとどまることも思いの形だから。私はちゃんと分かっていたから。ミオ、一緒に来ないか。もう一度未来にかけてみないか。もう一度。お互い目指した道だろ。なら
簡単じゃないか。Nが消えちゃった。これは一体どういう。ノア、Nは死んじまったのか。いや大丈夫さ。大丈夫とは。今はやるべきことをやろう。夢を見ていた。長い長い夢を。戦う若者たちの夢。倒れても倒れても何度でも立ち上がり生き抜こうとする若者たちの夢を。ジョー、ノアだな。ずっと見ていた偽りの私の瞳を通して。よくぞここまで。アグヌスの女王は解放した。そしてあなたも。あとは残すは奴だけだ。絶対か。ああ、 Z はあれは人ではない、思いなのだ。思い。誰もが抱く不安、恐怖、そういった思いが集い人の形を成したものが Z だ。人からメビウスとなった者たちとは違う真のメビウスなのだ。真のメビウス。子ではないということですか。子であって子ではない。そなたたちのうちにもメビウスはある。もう気づいているのではないか。この世界は静止した時の中、永遠の今を選択した思いによって作られた。ならば僕たちの世界も今あれ全てが偽物なのですか。存在する全ては現実なのだ。今の命、未来の命、メビウス以外の多くの人々の思いもまたこの中に生きている。そなたの持つ対の剣もウロボロスもその思いが形を成したもの。今を守るか未来を切り開くかは振るう者次第。未来は確かにある。望む未来を紡げ。そなたたちならばそれができる。
ならば、私がかけるべき言葉はただ一つだな。ノア、ミオ、ランツ、セナ、タイオン、ユーニ。この世界を頼む。オリジンの中枢はここよりさらに下層にある。 Z はそこにいる。私はキャッスルに戻り、兵士たちを日時計の呪縛から解放する。命は Z の力となってしまうからな。さすがは女王様だ。頼もしいぜ。あの、外まで護衛は必要ない。私を誰だと思っている？さすがだ。みんな、これが最後の戦いだ。誰一人欠けることなく生き残ろう。ああ、変わった世界楽しみたいしね。絶対に負けられないね。負けないわ。ここまで来られた私たちなら。未来をこの手に。おう、掴もうぜ俺たちで。世界が共闘するなど、過去の自分に伝えたとて信じはしないだろうな。これより我々シティは総力を挙げてケベス、アグヌス両軍を援護する。ビルガメス、バチ病総攻撃を仕掛ける。援護を頼む。んなこと言われなくたってやってやるよ。我々の目的はあくまで防衛だ。破壊するのは外周の兵器のみ。オリジンの中枢にはノアたちが向かっている。中は壊すんじゃないぞ。壊したら世界も元に戻らなくなるってんだろ。了解したぜ。名前確かに覚えたよ。情報を更新した。あとは待つだけだ。二人の女王様に会えるなんて感激だね、ミオちゃん。そうだね。数ヶ月前は思いもしてなかった。
見つかっちゃった。よっ、行こう。はっ、ダメ、死ぬ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 、やってやろうぜ。つむじ子、見込み通りの結果だな。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ太陽。ここらで休んでいくか。疲れは残さないようにしないとな。戦の準備を。
何が入っていた？おお、珍しいものがあったぜ。強そうなやつじゃねえか。気を抜くなよ。俺がいりゃ余裕だぜ。行こう。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、太陽。見つかっちゃった。ジュレン、ゾーハ、カミューレッサー、助かった。あいつら、待て。クラスインパクトアップデートブルスタート。シップルジュ、こっちに上がれ。マイティーディープ。セナ、ふふん、私の力見せられたみたいだね。こいつを使わせてもらおう。やっ！
ここで終わりじゃないぞ。
本拠地だからな。予想はしていたが、これほどとは。それでも突破するしかない。ええ、オリジン中枢まであと少し。みんな頑張ろう。どうやら巻き込まずに済んだようだな、モニカ。多数の動体反応に当たりをつけてみたんだが、正解だったな。助かったよ。戻らないのか？うん？まああれだ、我々が本当に倒すべき敵の顔をこの目で見てみたくなった、そんなところだ。外の攻撃全然やまねえと思ったら、まだこんなところでチンタラしてやがったのか。女王は無事助け出した。残るは Z、 俺たちの本当の敵だけだ。そうか、なら私もついてってやるよ。なぜあなたまで？なぜって、ほらあれだ、この先に本当の敵ってのがいいんだろ。そいつの顔一度この目で見ておきたいじゃねえか。お、何笑ってやがんだてめえら。いや、いいもんだな親子ってのは。は？ありがとう。この世界何が何でも守らなきゃって今は自信を持って言える。ゴンドウたちのおかげだ。知らされてえのか？オリプロスに嫌がれ！やった！マキシマブエソート！狙ってる！あのパンタ！スラッシュ！パンタ！スラッシュ！
ぶりだったよ、セナ。私の力、見せられたみたいだね。と、よ大丈夫、いつも通り行こう。こんなに貴重なものが手に入ると。いろんな場所へ行ったよな。はっ。敵さんも総力戦だな。と。でも絶対に負けないよ。敵が向かってくるよ。見つかったみたい。どうする？こっちに見やがれ。行こう。ファイティリーチ、ドラゴンテール、ファントム、スラッシュ、ドラゴンテール、疾風陣、ファントム、スラッシュ、ドラゴンテール。素直に感謝。まだまだいけるよ。これがみんな
何が入ってるか。これは良さそうなものを見つけたね。あっちはやる気みたいだな。一気に決める。ノアに任せられないね。頑張れ頑張れ。私たち待て。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、太陽。ここもきっちり探索しないとな。ワイ、ようこそウロボロスの皆さん、お待ちしていましたよ。ミオちゃん、ここで終わらせる。では確かめさせていただきましょう。
無理すんなよ。あとは待つだけだ。
初めて。ノア、いよいよだね。ああ、世界を変えよう。あらほら、てめえら、コロニー4の意地の見せ所だったのに、何ちんたらやってやがんで。急いで出発しねえか。すみません、エンジンが年代もんなんで係が。なもん、ぶん殴れ、蹴っ飛ばせ。機械なんてもんは気合で動かしゃなんとかなんだよ。な、無茶な、これ精密機械っすよ。何が精密だ。こうしてこうしてこうして気合い入れりゃ。いや、だから蹴っ飛ばしたって。これ見ろ、動くじゃねえか。マジかよ。よし、ほんじゃ気合い入れていくぞ、てめえら。おあいつらにもらったこの命、目いっぱい輝かせんのが今この時だ。両輪全速、よそのコロニーに遅れをとんじゃねえぞ。なんだここは。あれが Z。 何度目だろうか、ここでこうしてお前と相まみえることは。さあ上がってくるがよい。何度目かのお前の何度目かの晴れの舞台へ。私は再びこのセリフを言おう。なぜ流れに身を委ねると。あいにくだったな、記憶力はあまり良くないんだ。お前たちは流れを止めに来たのだろう。永遠に静止したこの時の流れを、この私を消し去ることによって。流れてるだの止めるだの、今一つピンとこねえが。てめえをぶっ倒せば世界が動き出すってのはどうやら本当のようだね。人々の望みは流れる川のようなもの。誰もが望んでいるのだ、永遠の今を。現に私はここにある。私の存在がその勝者なのだ。冗談じゃない、こんな世界誰が望むもんか。僕はお前たちの支配を拒絶する。けどな、てめえらがいたおかげで気づけたことがいっぱいあったのも事実だ。限られた時の使い方を学べたよ。それだけは礼を言わせてもらうぜ。同感だな。たとえそれが10年であっても、選べることの大切さに俺たちは気づけた。俺たちは作ってみせる、選べる自由のある世界を。
あなたの作った虚構の世界なんかじゃない。確かな現実をみんなは求めているのよ。自由などそれこそ虚構、まやかしだ。選べるものは、強きものはそれでいいだろう。だが選べぬものはどうする？弱きものはどうする？誰もがお前たちほど多くの選択肢は持ってはおらぬ。差し出すか、お前の一部を慈悲という名のもとに。与えるか、哀れみを。与えられたものが満足すると無双して、惨めさなど微塵もないと信じて。限られた中での最良の選択、最良の人生。我が与えるものに敗者はあらぬ。繰り返すうちに、いずれは誰もが勝者となりうる。命を奪うことしかできない世界で何が勝者よ。勝手にルールを決めないで。命を奪うことをなぜためらう？世界が定めたルールになぜ抗う？命を奪うことで世界は続いてきた。その否定は逃避であり、行き着く先は自死だ。見ぬふりなどできぬ。刮目こそが生物としての本懐。メビウスの力の、命の源泉はまさにそこだ。命を削り合い、昨日より今日、今日より明日と、より高みを目指そうとする若者たち。我々にはないその爆発的な原動力、それが命だ。我々は命の体現者としてここにある。二人に選べもしない道を選ばせたのか、ヨランやクリスたちをメビウスにしたのか。当然だ。なぜならば面白いものな。お前たちが見せる命の活劇、その観客が我々なのだ。さあ見せてくれ。次の幕は何だ。死別か、復讐か、革命でもよいぞ。悪ことなきこの世界、彩るのはお前たちの命なのだから。分かったわ。生きるために戦う、みやびが教えてくれたあの言葉、今この時のためのものだったって。ああ、ミオの言う通りだ。最初は軽い気持ちだったさ。ウロボロスの力を得て、なんとなく寿命が伸びたらいいなって、その程度の。だけど今は違うぜ。多くの人には選択肢なんてないことを知った。ごく一部の奴らに奪われていることを知った。お前の言う強さは見せかけだけの強さだ。本当の強さは違う。そうさ、時には寄り添い、時には託し、共に歩いて、いつか本当の自分を選ぶこと、それが強さだ。その答えを見つけることが本当の戦いなんだ。選び取ろうとする一瞬一瞬の意志、刻したそれを摘み取ろうとするのなら、俺たちは戦う。あんたとは別の未来へと生きるために。
ウロボロスごとき封じるなど造作もないことよ。さあ開幕だ。凍てつくような恐怖の舞台よ。何度でも向かってくるがいい。許されることは抗うことのみ。お前たちが惰弱な存在であること、それを我は見続けてきたのだ。危ない。その日に私を殺してもらうことにしたの。私、自分と同じだって思いたくなくて。ヨランの分まで生きる。生きて仲間を守ってみせる。誰かを模倣した私じゃない。私は本当の私としてみんなと一緒に行く。か
簡単にぶち倒れてくれんなよ。一気に叩くぞ。おっ、やってやる。革命とはこうでなくてはな。強さとやらをゆっくりと鑑賞させてもらおう。立つほどに強くなるか。儚き者たちよ、次に見せるものは何だ。我を楽しませてみよう。背負ってここまで来た。だからこんなところで立ち止まるわけにはいかないんだ。私たちは負けない。みんなの今を生きる人たちの思いを未来へつなぐために。
ここで決める。俺が決める。任せろ。ほどに我を超え未来をつかむなど認めることはできぬ。ここで閉幕としよう。ユニットを見上げてるぜ。これでどうだ。ここで終わらせる。頑張って。こんな魔界者を。なぜだ。オリジンを動かせば静止した時が流れ始める。相反する世界が重なり、その先に待つのは消滅。お前たちはそれを知ったはずだ。それを知ってなお未来へ進もうとする。なぜか。なら逆に聞いてやる。なぜそう決めつける。そうならない未来だってあるはずだ。そんなものは存在しない。今が全て。この今さえあれば、それが我らの願い。
すべての臣民に告げる。これより我がキャッスルはオリジンに対し総攻撃を開始する。これは偽りの戦いではない。命をこの手に掴み取るための戦いだ。今ひととき諸君らの命をこのメリア・エンシェントに預けてほしい。おオリジンの中では今、私たちの未来を作ろうと戦っている者たちがいます。生きるということの本当の意味を教えてくれようとしています。彼らが作ろうとする未来、指し示されたその道に寄り添って共に行きましょう。
アグヌスの女王よ、長きにわたり世話をかけたな。いいえ、滅相もない。私はなすべきことをなし、託すべき者たちに託しただけです。その喋り方、まだ続けていたのか。あら、似合いませんか。柄ではなかろう。なら、思いっきり行こうかね、メリア。ああ、共に。未来を紡ごうとする若者の思い、それは世界を前に進めるために必要な力。最初の一歩を踏み出すことが怖いってのはわかるよ。でもね、かつて世界を前へと進めてきた若者たちは皆その怖さを乗り越えてきたんだ。未来にあんたたちがいるって信じて。本当の源がなぜ永遠の今を求めようとするのかが僕も分かった気がする。女王のあの言葉、僕たちのうちにもメビウスはある。ああ、あれ私たち自身だ。自分で自分を怖がって決めつけて未来への道を閉ざしてる。その可能性を、だったらできることはただ一つ、信じるんだ。これまでの俺たち自身を、その先にある未来の姿を。
だ手ぬるいか。ここで決める。いいこと思いついた。いい考えがあるぜ。いい考えがある。やってやる。まだまだ。この戦法で攻めるべきだ。任せろ。まずは私が。合わせよう。本気で行く。避けられるか。
ノアたちが囚われてしまったか。援護を急がねば。これでも食らいな。今が好機、向こうに援軍を送り込む。みな、ウロボロスに加勢せよ。すべてはつながりゆく未来のために。じゃーん、お待たせ。この戦いに挑めること、私は誇りに思う。ラストミッションを開始します。君たちの力になると誓った。ここで負けるわけにはいかないんだよ。俺を忘れてもらっては困る。お前らかっこつきやがって。でもありがてえ。せやせやせや、天の坂を攻撃。リングストライク、リパーリロード、スノブレイク。まだ心折れぬか。真打ちは後から登場ってね。ちゃんと力になるもん。私たちの思いはつながってる。これまでも、これからも。今こそ、すべての禍根を断つ時。これが最終任務。横槍を許すとは、甘く見られた。だが企業はいくら無礼ようが。ありがたい。これで万全の策を講じることができる。ここからは、
まだまだ。まだこれからだよ。ここで終わらせる。この作戦でどうだ？任せろ。これで決着をつける。覚悟しろ。このまま決めさせてもらう。
せてもらうぜ。なんて強さだ。こんなにも人の思いが強いだなんて。当然だろ。怖いんだよ。どうなるかわからない明日が、自分が。だけど止まることなんてできない。止まっても自分は変わらない。世界は変えられない。だったら俺は進みたい。俺たちのこの手で未来を選び取りたい。選び取れない時はどうする。その絶望は誰が癒してくれる。世界には己しかおらぬ。ならば絶望を癒してくれるのは消滅のみだ。それが世界なのだ。嫌だ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 。そんな世界嫌なんだ。て、副長、あの光は。オリジン内部からの光。いや、メビウスたちの叫びか。なんて強え叫びなんだ。なあ、見よ。M！ あの時消えたんじゃなかったのか。うん、一緒にいたんだよ、ノアたちと。だって元は一人の人間なんだから。俺たちは後悔から生まれた。 N！希望から兆したお前たちとは違い、俺たちにあるのは後悔だけだ。あの時こうしていれば、もし違う自分であったなら。だから自ら変わろうとはせず、ただ世界が変わることだけを願った。共に永遠にありたいという身勝手な願いにすがった。それは自然なことよ。誰だって願うことだもの。恥じることなんてない。ありがとう。でも私たちの存在がこの静止した時の中にとどまろうとする者たちに力を与えている。ならば選ぶべきはただ一つ。やめろ M！ M！ やめるんだ。メビウスは俺たちで何とかする。あそこにいるのは Z でもメビウスでもない、たった一つの Z。
切なる願い、願いにあなたたちの思いは届かない。だけど同じ願いである私たちならば、ここにいていいんだ。いや、いよう、俺たちと一緒にこの世界を歩いていこう。そうよ、もういいの、もう十分だから。やっと一緒になれたんだから。優しいな、なんて優しい瞳なんだ。あの時俺たちもそんな瞳だったのだろうか。ノア、ミオ、異なる世界にありながら俺たちは命を残せた。それは未来への希望。心と思いは一つになって新しい命を紡ぐことができた。だから大丈夫。信じて進め、その足で。俺たちが目指したどり着けなかった地へ。お前たちなら私たちの代わりに未来を。Z たちメビウスも世界を守ろうとしていた。だから静止した世界を作り出した。理解できない話じゃない。同じようなもんが俺たちの中にもあるからな。変わるのは、変わっていくのは確かに怖いよな。でもこれだけは言える。たとえ再生されたとしても、その時その一瞬の思いは本物。その思いを犠牲にしていいわけない。不自然な姿はやっぱり間違ってるよ。良いのだな、その選択で。もうすぐ静止した時が動き始めます。今ならばまだ間に合う。いやいやいや、俺たちにメビウスになれってのか。さすがにそれはな。ノア、何を迷っておる、ノア。進みたいもの、とどまりたいもの。この世界にはいろんな人の思いがあった。俺たちにそれを選ぶ権利なんてあるのかな。私たちのことは気にすんな。お前らが作った未来に生まれてこれるなんて最高じゃねえか。だからよ、望むままにやりゃいい。ゴンド、まあ名前は変わってもいいけどな。ノア、望むものはみんな同じ未来の姿じゃないかな。ああそうだな。未来はそこにある。そなたのこれまでの行動、仲間たち、そしてそなた自身を信じろ。なら答えは簡単だ。
そろそろだぜ。ああ、分かってる。すぐ行くよ。そういや、一度も言ったことなかったな。何を？お礼の言葉。お礼って？ありがとう。俺と一緒にいてくれて、ミオがいてくれたから俺はここまで来れた。なんだ、そんなことか。なんだって。知ってるよ。え？私もノアと同じだから。君がいてくれたから思いを遂げることができた。そうか、そうだよな。うん、だから私からもありがとう、ノア。いいコンビだったな、俺たち。まあそこそこにね。そこそこ？かなりの間違いじゃねえのか。じゃそういうことにしておいてあげよう、ランツ君。なんだよそれ。もう一緒に筋トレできないね。ああ、俺がいないからってサボんじゃねえぞ。するよ、毎日ランツのことを思い出しながら。ああ、俺もだ。これを。何これ？ハーブティーのレシピだ。茶葉の焙煎から入れ方まで書いてある。でもこれ無駄じゃね？無駄とは？だって世界が元の姿になったらこの紙だって。ん？その点に抜かりはない。その紙もインクも君たちの世界のものだ。ここに書いてあるお茶の葉っぱも？当然だ。さすがだね。僕を誰だと思っている？誰って相方だろ。私の4番目の。4番目？ちょっと待て、まだろう、ランツに。もしかしてヨラ？なんで男限定で考えてる？冷静になれ僕。何？不満なの？せめて2、いや3番でもいい。4番目ってのはちょっと。考えとくよ。行くー、バナナー。時間だ。お別れだね。ああ、たとえ遠く離れても俺は君のこと。離れないよ、いつだって私はそばにいる。思いはつながってるから。どこにいても。え、どこにいても。私たちの世界はまだ若い。すれ違い、傷つけ合って、それでも進んでいくしかないのだろうな。だけど信じてるよ。たとえ今は一時は離れたとしても、いつの日か必ず共に歩める日が来るって。ありがとう。
これから帰るよ。これが俺たちの世界の全てだ。思い出は朝日に溶けていき、そして新しい一日が始まる。俺たちの前には道がある。たくさんの道が。どれを選ぶかは自分次第。時には迷うことだってあるだろう。立ち止まって泣くことだってあるだろう。だけどそれでいいんだ。道はカナダまで続いてるんだから。さあ前を見て、目指した地平に向かって。それでも進め。
ノア、何やってんだよ。始まっちゃうぞ花火大会。もたもたしてっといい場所取られちまうよ。そうだよ、早く早く。ごめん、ちょっと考え事、今行くよ。Thank you.